え皆さんごきげんようえ僕がまあ今月で仕事を辞めてしまって、まあ、そこからどうしていこうかっていう話なんですけど、まあ、今まで自分のまあ切り札っていうかまあ得意技としてまあ飲食店で働くってことだったんですよね、まあ、キッチン業務がまあ好きで得意でまあサクッと稼げてまあよかったんですよねでも今回のコロナでそれがもうできなくなってしまった、まあ、ほぼほぼ不可能なんですよねじゃあねそれがその生き方ができなくなったってことで、ね、ちょっと 変化しななきゃいけないわけけわですすよよね、僕も。でんどうしよっかってやっぱちょっと考えるわけで,すよ、ね、であのたまたまあの美容クリニックの先生とちょっと2時間ぐらいお話しする機会があったんですよねでまあいろいろ喋っててでその先生は僕より年下なんですけどまあ結構ざっくばらんに話せる中でもしあの先生が今あの今開業してるのねその人はね 開業してるじゃないですか。でも仮にね今いきなりあの医者としての活動ができなくなった医者としての経歴とかが一切ないって考えて丸裸になってしまった場合あの仕事とか何しますって <laughs> 聞いたんですよねまあなんとなくねそしたらその人が言うにはなんか結構即答でまあそれだったらじゃあ不動産関係の仕事をするかなってすぐ出たんですよね あ、不動産ですかって言ってやっぱ不動産の世界はやっぱいいって言うんですよねで未来があるだから何らかの形であの不動産に携わる仕事をするかなって言っていたんですよね別に不動産投資とかしてる人,人じゃないと思うんですけどなるほどと思ってあとまあ逆にその先生はそのいろんな患者と対面しているからあの労働 をメインとして生きてる人っていうのは今みんな大変そうなんですか？とか、今の時代、その労働のみでその報われるって難しいですよね。みたいな話もしたんですよね。まあ2時間ぐらい喋ってたから。まあいろんな話したんですけど、そしたらなんか僕が感じてる限り。あのいい人でなんか横ばいかなって感じだなって悪くはなってないよ。って感じが。かなって思うって言って言っていたんですよね。で、やっぱ確かにそうだよね。労働。 1>, 1本で行くのはちょっときついよね、報われないよねって、まあそういうふうな話になって、で、じゃあ逆に今、その、労働1本で、あの、報われてる人とか、なんか、この仕事はいいよみたいなのって、なんかありますかって聞いたら、その先生は、なんか、美容クリニックのカウンセラーとかは結構いいよって言ったんですよね、それ、別に医者じゃなくてもできるから。で、あ,あ、そうなんだと思って、医者につなぐやつ。 あの来た患者と対面して面談して医者につなぐやつですね、まあ、それで僕もそれ仕事探して、まあ、インディードで探して応募しよっかなと思ったらほとんど正社員なんですよねそれってで女性の方がなんか、うん、歓迎されていることも気づいてでスーツ着て通うのかと思って正社員かと思ってでもまあせっかくまあそういう話聞いたから面接だけを受けてみようと思ったら正社員 イコール、書類選考があるってて、に気づいてで僕はね、あの、就職活動とかしたことないんですよね。で、書類選考ってすごい嫌なんですよね。まあ、今まで働きたいなって思う職場で、書類選考があるところっていうのは、あえてパスしていったんですよね。なんか、不合理じゃないと思うんだよね、書類選考ってなんか。無理にかなってないっていうか、うん、何の意味があるんだろうねって思うんですよね。で、まあ、そうこうしてるうちに、 やっっぱやめようと思ったんですよ、ね、すそののところに飛び込むのが。で、今度は不動産の方でちょっと探そうと思って、まあ、不動産ね、別に何も資格持ってないし、営業もしたことないし、車も持ってないから、まあ、不動産のアルバイトでいいやと思って探したら、まあ確かにね、あの不動産屋の中で働く事務をやって、それ以外なんかいろんなことをする仕事でやる気ある人歓迎、未経験者 OK、他業種からも たくさんそういう人を今まで雇ってよみたいなあったんですよね。インディートで見て、不動産アルバイト。で、あ、これいいやと思って応募したら、そこも、うん、とりあえず書類選考が必要ですって言われてしますみたいな。え、アルバイトなのにと思って、まあ時給はね、1300円、400円とかまあ普通のアルバイトに比べたらちょっといいから、あ、そういう風な形式なんだなと思って。で、要は、 処理選考までしてあの雇うぐらいだから、あの、掛け持ちとかするような感覚じゃないのかなと思うわけですよね。きちっとした感じで雇ったら雇用形態がアルバイトなだけで。ってなると、あとまあ、オフィスカジュアルでいいって書いてあったから、まあ、それだったらいいかなと思ってるんですよね。で、そうこうしてるうちにいろいろ考えて、 うん、どうしよっかなと思ってでもやっぱアルバイトの方がいいかなと思うんですよね僕は純粋なねまあその話抜きでね先生から聞いた話抜きでってなると何しよっかなと思うとあの今の職場の人からはあの働いてるね辞めちゃう職場の人で工場でピッキングとかやっててまあまあそれよかったよっていう人もいたからあなるほどこれはコロナと関係ねえなーと思ってそれも探してまあ 応募ししたりとかしてでまあそうこうしてるうちになんか俺は一体何がやりたいんだろうなんかどういう生き方をしたいんだろう何を求めてるんだろう何が俺自分にとって幸せなんだろうってうことがなんかごちゃごちゃし始めてちょっとなんかね気持ちがなんかダウンしたんですよね。 それで今になってちょっと一つ答えが出たんだけど一つのコミュニティだけにそのがっつりあの属図っていうのはなんか俺らしくないなと思うし今の時代それ違うなと思うんですよねそういう人のが世の中圧倒的に多いかもしれないけど、まあ、自分の性格個性を考えるとってことでやっぱ掛け持ちだなと思いましたねで掛け持ちの中で飲食を外してなんか新しいことにチャレンジするだから ここはさっきからのジレンマで要は掛け持ちアルバイトなんかしちゃうとなんか、まあ、要は底辺みたいな感じであんまりさスキルとかつかないし勉強にもなんないわけじゃないですかその反面不動産とかあのさっき言った美容カウンセラーとか飛び込んだら勉強することとか新たなことがいっぱいあるしホワイトカラーだしあと それなりのスキルとかつくしなんか人に言えるんじゃないですか底辺って感じではなくなるわけじゃないですか立派まあね表向きでちょっと浅はかな考えステレオタイプかもしんないけどだからもどかしさがあるんだよねでもそっちはうん違うってなんかパスして、ね、スーツ金のとか書類選考とかそういう感じは嫌だなと思うしじゃあ掛け持ちするか掛け持ちになったらなんか底辺で掛け持ちで。 経済力つかないしねなかなか未来もないのかなって思ってアルバイトって感じになるわけじゃないですか。って感じでなんか自分の中でごちゃごちゃモヤモヤしてなんかうどうしようどうしようってだから今までの、ね、飲食っていうその必殺技が使えなくなって <laughs> やっぱ変化しなきゃいけないコンフォートゾーンから抜けなきゃいけないから。 ストレスとか、うん、イライラとかあるんですよね。それでなんか、変に疲れたりとかして、まあ、大してそんなにね、動いてはいないんだけどね。うん。で、まあ、現在に至るって感じで。だから、マジで俺何求めてるんだろうね。何がしたいんだろうね。この残りの人生ね。ちょっとなんか、うん、結婚がしたいのかな。いや、それも違う気がするしね。 まあ、でもなんかね切磋琢磨できるお互いを支え合える一生涯のパートナーはいた方がいい欲しいと思ってんだけどでも結婚したいかと言われればそんなこともないしでもそういうパートナーっていうのはあの自然の生活の中で発生するもんだと思うんだけど発生しなかったわけだしまあねどうしよっかねって感じでで一つ言えることはあの、今や辞める仕事をまあ していてい YouTube がちょっとできない時もちょっとあったし YouTube がやりにくくなったんですよねその物理的な時間の問題で。ってなった時に YouTube できねえじゃんとか YouTube やりてえなとかこういうことを YouTube で話してえなとか結構 YouTube のことを考えて YouTube に思い入れがあって YouTube が好きってことが分かったんですよね僕は。だから ね、仕事する前とか失業権もらってた頃は毎日好きなように YouTube やりまくれたけどちょっと規制がかかるわけですよねその忙しくなったっていう意味でそうなるとうんちょっともどかしさが出てきたんですよねってことで YouTube は好きであともっとなんか俺喋ってるだけじゃないですか俺の YouTube って <laughs> もっといろいろできるんだよねできるんだけどできてないからうんでも 今やってることを一生懸命毎日繰り返していけばいいアイデアとかまあアイデアないわけじゃないんだけどアイデア生まれてきてなんかそこへのパイプへとつながると思うからまあね今は今できることを積み重ねるだけだよねって思うんですよねまあ今のまあ正直なのその気持ち心境とかこれからどうしていきたいまあちょっとねネガティブなニュアンスが強くなった話ですがお話ししましたどうもありがとうございました